桜の時期の鶴岡公園鶴岡公園は、山形県鶴岡市にある公園。山形県随一の桜の名所として知られ、日本桜名所百選、また、日本の歴史公園百選にも選定されている。鶴ヶ岡城の堀大将4年完成の大宝館は、鶴岡市指定有形文化財で、現在は鶴岡市の郷土人物資料展示施設。1875年。 鶴ヶ丘城の跡地に作られた城址公園で敷地内には堀や石垣、樹齢数百年の追い過ぎなどがある。藤沢周平の宇那坂藩の舞台にもなっている。園内には廃藩置県後の廃城、解体の時にそのまま残されたお城稲荷神社、本丸跡2877年創建された庄内神社及び神社本殿の隣に1998年に 開館した、藩主、堺やゆかりの品々や、ひな人形、武者人形など貴重な歴史資料を展示する、宝物殿、1928年に、創建の母親戦争や、西南戦争、第二次世界大戦等で散った英霊を祀る、鶴岡五国神社のほか、郷土出身の偉人を検証する、大宝館も立地する。2000年代に入り、 鶴岡市による歴史や芸術さらに学術施設等の集積を図り、市中心部の活性化を目指す方針に沿って、2001年5月、公園一角にあった鶴岡市野球場跡地に、鶴岡タウンキャンパス。2005年8月には、旧中央児童館跡地に、芸術文化施設である、鶴岡アートフォーラム。さらに2010年4月には、大砲館の隣に、鶴岡市立。 藤沢周平記念館がそれぞれ整備された。加えて、半世時代の百軒堀を忍ばせる新百軒堀が鶴岡タウンキャンパスが開所の際に同キャンパスの設計へ当たった日本設計の広報によって再現されお目見えした。ありがとうございます。